ノーカット、えー、こんばんは、えー、こんにちはですね、えー、マサートです、えー。こんにちは、こんばんはですね、ノーカットの編集でお送りしてます、えー、1分間に委託。今日も情熱草チャンネルのニュースのトラガオからの、えー はい、ちょ、考察コメントとなります。えー、はい、えー、ロシアカウントダウン、えー、ドイツもびっくり、えー、フランスマクロン大統領、イケイケ覚醒、えー、ウクライナ派兵発言、えー、ビビったロシアは過剰反応ということで、えー、も、ともとマクロン大統領は、この、えー、ロシアが全面戦争、ウクライナに対して全面戦争した時、ちょっと、 大統領に遠慮してましたけど、えー、本当に、えー、この今回の,このフランスがこの主導した G7 ですね、えー、このウクライナに入れ、えー、もうお議論から外さないということで、えー、まあ、えーまあ、そういうけけ形の発言をして、えー、注目を浴びてますね、えー、ロシアもそのい異常にその反応してますね、そういうことで、えー、このスウェーデンがこのハンガリーの証人で、 えー、NATO の多分記憶なければ33国目ですねして、えー、このゼネンスキー大統領も今度ウクライナーが34番目ということで、えー、もうバルト海が NATO の海と化したいですね、えー、まだまだ。 ジョネ・カサダの方からこの航空優勢です、ね、このアウディディカの,この、まあ、撤退も、えー、この F16 そういう、えー、ロシアが航空優勢が強いのでウクライナが取れないということで、えー、この爆破アウディーディーカもこの だいぶうまい、えー、犬飯さんもだいぶどこまでさ、まあ、ある程度、えー、この川とその高台のところまでウ、えーまあ、クライナを引いて、えー、アウディロシアの戦力を削ってますね、えー、今回またこの28日かな 27, 27日ぐらいにこのまたこの S4、うん、もう2機また撃墜してますねこの、えー、この。うんこの 戦線でこの、えー、このウクライナ軍このアウディデイからまあ失敗まあそうですけどどうしても航空優勢があ取れないですねそれでまあパトリオットそういう防空ミサイルをちょっと前に出してその、えー、ロシアの,おこの爆撃この SU44 s 撃四する。 2機も撃墜して、これまでに合わせて10機ぐらいですね A50 も爆撃、えー、撃墜してますので、えー、なかなかこの。お おせおウクライナ、えー、ロシアはおせおせしてますけど、ウクライナ軍は、ゆうなところに引き下がって、今とこ引き下がって、えー、このお、えー、戦力を削っていますね、えー、ゼレンスキー大統領も、ウクライナ軍、今回3万1000人ぐらいかな、戦死者出したということで、その3倍としても10万人ぐらいは負傷してますね、えー、このウクライナも厳しいですけど、ロシアもまだまだ厳しいですね、30万以上、おこの戦死者、負傷者ですね、そういう、えーえー、1対10ぐらいやったら、 まあ、ジェネさんも言ってこの、えー、この、今行けば、この、えー、ウクライナ、ロシアはウクライナの約3倍ぐらいですので、1対1で行けば、完全にロシアが負けるということで、今、本当にウク,ウクライナ、本当に西側、EU 団結して、それぞれ本当に各国とこの2国間の同盟、いろいろと支援してますね、クロアチア、えーまあ、ドイツ。 フランスイタリアイギリスそれぞれ、まあ、スウェーデンもフィンランドも。 ノルウェーもそうですね。えー、本当にあなたお、えー、このお、まあ、マーク、えー、マークの大統領、派遣も、そのお、この論議のお話し合いのお、から外さないよという、まあ、強気のイケイケの発言して、えー、ロシアはビビってますね。このように、えー、ロシアはこの数字は、えー、この GDP はいいと言ってますけど、制裁聞いてますね。そういうことで、えー、ウクライナに栄光、えー、あれですね。えー、もう一回か確認していきたいと思います。 ロシアカウントダウンドイツもびっくりフランスマクロン大統領イケイケ隠せウクライナ派兵、はい、発言、えー、ビビったあロシアは風を反応ということで、えー、この国有制ですね F16 もう2月もう3月ですねなかなか戦果が上げていませんけどこのウク,ウクライナこのパトリオ島そういう遊撃ミサイルで、えーぜえー、手前に持ってきて手前に持ってきて、えー、この、えー、この ロシアの優勢、えー、このお爆撃をおしてますので、えー、このウクライナに頑張ってほしいと思いますね引き続きこのジョネツカサチャンネルのリストのトラガーあまた、えー、他のチャンネルとんコメントとなりましたけど、えー、引き続きウクライナにエコ、えーラレ引きジョネツカサチャンネルのリストのト,ラガートラガーをオークチングしていきたいと思います、えー、マスートですこのマスートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンと どうもよろしくお願い,いたします。また聖書を学ぶお友達も募集してますのでよろしくお願い,いたします。マスターと、ま、した次回の1分間予約でお会いいたしましょう。仕上げのやつパシャンブルーシャロムシャロムシャロム。シャロムシャロム